やっぱね、霧ヶ峰最高だね。はい、今回は立科をアップします。ぐいっ。はい、おはようございます。カババです。ここはね、霧ヶ峰です。実はね、正面に北アルプスが映ってると思うんですが、実は昨日ね、西穂の辺りを歩いてたんですよ。で、今日はね、西穂を降りて、この霧ヶ峰に来てます。非常に疲れてます。はい、それでね、で、ここからぐーっと山を巻いて、今ちょっと見えないんですけど、車山の山頂まで、登っていきたいと思います。これ目の前ちょっと拡大してね、見えるかどうかわかんないですけど、大賀島の電波塔アンテナとか、いやー、くっきり映ってますね。今日相当空気澄んでんだね。はい、はい、はい、車の山頂です。はい。冬来た時はね、つるつる滑って歩けなかったんだけどね。おお。素晴らしい。怖いけど、あそこ。お参りをしていきましょう。いやー、素晴らしい。最高じゃないこれ。お、かっこいい。ちょっと撮らせて。本当。かっこいい人に会いました。これ鬼滅？あ、違う。あ、そうなんだ。うん、ありがとうございます。今日一応ね、まあ、目標はこっちです。東京宮山、あれが北の耳、南の耳の方かな。行ってみましょう。はい、この場所はね、車山の頂上からちょっと東に行ったところなんですが、僕が好きな場所です。
はい、白樺湖があって、白樺湖の向こうが立科山、立科山からね、北八つの山々があって、まあ、一番奥にね、あの赤岳が映ってますね。こっから先はね、この石畳の階段を下がって、こういう風に行くんですね。で、車山ののっこしの方に降りてきます。お、咲いてるね。はい、これね、キスゲでしょ。で、その奥の白いのがコバイケイソウでしょ。ああ、もうこれだけで十分だよね。だいぶ降りてきた。はい、車山の残しです。ここでね、ルートが、耳の方と頂上宮山の方に分かれるんですけど、まあ八島津県の方でね、こうくるっと回ってこれるんで、今日はね、頂上宮山、あそこをね、ぐーっと登っていきたいと思います。ちょうどね、のっこしからね、こう下ってきたこの辺りで、去年関西登山記のメイツさんの正木さんご一行にね、カズボじゃないのっていう感じでね、で一緒に記念写真を撮ったのがこの辺ですね。はい、コロポックと美山の分岐ですね。はい、これはこっちです。いやー、いいね、俺心好きだね、これ。素晴らしいね。はい、はい、ここでね、で八島湿原の方に今直接向かうルートと、あとこっちが頂上宮山ですね。あの人がね、まあ、登ったり降りたりしますけど、まあ、ここぐーっと上がってきます。でちなみにね、ちょうど1年前ここ、こっちに行ったんですけど、イラのお世話かもしれないですけど、毛虫が半端じゃなかったです。しかもね、こんなすごい毛虫。いやー、素晴らしい天気だよ、今日。最高だよ。あー、八ヶ岳が見えてきた。頂上宮山です。いや、すごいね。槍がちょっと熊に隠れちゃった。いや、素晴らしいね。はい、あれがね、レーダードーム。あそこからぐーっと降りてきて、あの登山道を上がってきて、今頂上宮山の頂上にいます。で、ずーっとね、南側見ると、あそこはコロポックルヒュッテですね。で、中央アルプスがあって、御嶽、乗鞍、そして北アルプスと、
でその下のねちょっと平らなところが、はい、あのねちょっとハート型なんですけど、あそこが八島ヶ原湿原って言いましたね。去年の、霧ヶ峰歩きはあの端っこから出発してねぐーっと来たんですね。今日もねそっちに向かって降りてきます。いや今日はね端々に来てるよ。はい、物見湯はですねここ初めて来たわ。こんな感じのとこです。こういうことですか。旧奥切り小屋あれ綺麗なトイレができてるんじゃない。なんか去年ね歩いた時もここで最後一服したんでね、はい、ちょっとねトイレお借りしましょう。おお、あ素晴らしいね。はい、じゃあこちらからね出発地の車山の肩まで戻ります。いや今年さ俺は57になっちゃうんだけどいや昨日の疲れがね一気に足に今ドーンときましたね。なんか重りつけて歩いてるよ本当に。あの北の耳南の耳のコースの方ね、なんか尾根が綺麗なんで行きたかったんですけど、ちょっとあっち回っていくと3時間ぐらいかかるんで、今日は八島湿原の東側を通って、ひゅって三佐山の脇を通ってね、そこから車山の肩まで上がっていきたいと思います。ちょうどこの奥にねぐっと広がっているのが八島湿原です。まあ、湿原のどっちかって言ったらまあ北の方ですね。でここからね湿原の東側をなめて戻るんですが、ずっと道はねこんな感じの砂利が続くんで、こういう道なんで八島湿原一周はものすごく道路が整備されてるんで、まあお子様とかね、あとは年配の方でも、まあ、ちょっと足が悪い方でも、まあ、サポートがあれば1時間半から2時間ぐらいで、まあ、余裕で一周できちゃいますんで、ぜひね歩いてみてください。唾液が出るはい、沢渡りです。ここも1年ぶりですね。ここをぐーっと登ってきます。
去年の7月もそうだったんだけど、雨の日の後だったんで、すごいぬかるんでたんですよね。まあ常にね、ここら辺湿ってるんですけど、まあ、今日はぬかるんでなきゃいいなと、最後までね、靴が濡れないで終わりたいですね。はい、遠くんで八島湿原が、まあ、あんな遠くになっちゃった、肩までの登りがいやー暑くてね、霧ヶ峰って言いますけど、それね、乾いたね、風が吹くとまさにエアコンの霧ヶ峰と同じなんだけど、風がないとね、まあ、本当に夏の筑波山と変わらないかもしれない。あとちょっと頑張ろう。あそこか。あ、本当だ。日傘持ってる人が立ってる。ということはあそこは肩だね。いやと。はい、肩まで来た。はあ、きつかった。キスゲがね、咲いてるところの向こう、チャップリンですね。チャップリンの下に車がありますんで、早く戻ってね。マジでね、コーラ2リッターぐらい一気に飲みたいよ。おお、綺麗だね。まあお昼ギリギリに降りてこれました。はい、帰ってきました。